さあ新庄山の近くの登り口の路肩止めました。はい、はい、止めりやすいです。はい、はい、ここが登山口になってますんでね。そうですね、多分ここのね、うん、ここから行くような感じ。了解っすですね。はい、で近くの路肩止めてきたんでね、広い、邪魔にならない。よし、サクッとやっちゃいましょう。サクッと行く新庄山、オッケー。どうやら20分かかるんですか？うん、20分ぐらいかかる。山頂まで20分ですか？20分。ベリーベリーのイージーですね。はい。おかわり登山で。あ、そうやね。やってみてそうだね。お菓子登山やね、これ。お菓子登山。さっきの腰折れ山とセットでね、はいはい、そう。ここまで歩いてきてもいいですね。確かに。江戸山まで行って、腰折れも降りてきてからの、うん、こっちまで歩いて、また登って帰るという。で、また歩いて帰る。これはもうすごいしんどいね。皆さんならそうだね。これまっすぐ。はい。間違えました。今のこの登らないこっちもダメだということで、この竹やぶの方かな。こっちもやめて、こっちもダメで、こっちです。スターフィンガー。新庄山の標高何メーターでしょう？220メートル。何メートルだっけ？ロープが巻かれてありますね。テープも巻かれてあります。 OK。 乗りましたか。こっちのようです。はい、ロープに沿ってね登っていきましょう。はい、あれ、しんどいよ。あれ、新庄山、新庄急にボケてきたな。あれは多分しんどいって言ってるんですよ。恐ろしい。おいロープでバチン、ロープでバチン。あくまでロープ。うん。上がりますね。あるね。わかりやすいね。わかりやすい。ロープ。くぐったりするね。はい、だ。あなたね、ノンストップで上がりすぎ。ゴイゴイ上がっちゃった。うん。ゴイゴイしよる、ゴイゴイしよる。ゴイゴイ上がったよ。どうですこの地質。なんかね、砂っぽいね、こっちがちょっと。砂っぽいっすね。うん、今治の山に近いものを感じるな。そうそう。うん。瀬戸内の花崗岩でしょう。うん。ロープでバチン。ロープでバチン。もうじゃ。痛だ。私ね、大丈夫。見たらわかる。見たらわかる。見たらわかる。硬いやつや。ボーグ。ツツジ。はい。おう、動線出てきましたね。ほんまや。やばいっすね。やばいっすね。嫌だな。この間、マダニがね、
頭についとったんよ。タオルでね、頭拭いたらね、まだについとった。そんなホラー映画より怖いやろだけど、ちょっと今敏感になってます。うん、まだについとるやないそれ。嘘です、嘘です、嘘です。触れるもん、あんた触れに怖い。甘いの、甘い。それも俺鏡すぎて腰折れ山よりも腰折りそう。そう、うん、うん、あ、こっちの方が心情やろ。心情いね、親父やな。多分季節が冬に逆戻った寒い。うん、昔ここだけ、ここだけ冷凍庫になってた。うん、ごめんね、ごめんね。椿ロードですね。そうですね、うん、椿と、うん、シダとマツコ。うん、あ、クモスか。映らねー。これは皆さん、長袖推奨です。長袖推奨です。これはもう帰ったら、あの、虫をお持ち帰りすることになりそう。うん、うん、寒くに連れて、はい、ひどくなってきている。伊王さん的なオーラを感じるね。登り方といい、そうだね、うん、そう、はい、はい、怖いけど俺は右な気がします。残念でしたと。あー、わかりやすいっすね。ただこれはロープの左側なのか右側なのかという。あるもんね。うん。確かに地盤はね、しっかりしとんすよ。いやけど、シダもしっかりしとんすよ。強力で。ありますね。まあ、さあ、等高線にして残り 20m ですな。そしたらもうすぐっすね。変わらず、シダ地獄と。今回の動画ね、ほぼほぼ登山時間みたいな動画になってますんでね、皆さん。このぐらいで登れますよと。全然あんまカットしてないですから。細かいカットはしとるけど、ずっと撮り続けようの感覚。そう、新庄山よ。新庄剛志の山よ。エスコンフィールド、新しくできたね、球場があるんよ。札幌に。ホームラン？ん？球場。面白いね。今の面白い。すごい面白い。もう終わりそうだ。見えた、あれが先やな。山頂です。新城山でしょう。はい、展望ポイントがあるん。あるらしい。行きましょう、行きましょう。山頂より先に展望ポイントありと、ぜひと。ま、岩言うたら、まあ、景色晴れとやない、白いとやない、うん、100m ぐらい進みましたね。さあ、巨大な岩が見えてきました。うん、お、新庄、新庄、お、おー、もうちょっと先の新庄、これやばいや、あ、やばい、やばい、やばい、あ、新庄やばい、おー、ホームラン打った新庄これ。あれ、伊良さんですな。で、腰折れ山と。あれ、前回登ったんで、よかったら見てください。ここに載せておきます。
すごいいいね、それ。飛んどるやん。ああ、いい景色です、皆さん、これ。ぜひ登ってみてください。ぜひとも。おー、オベリスクやん。オベリスクです。鳳凰三山。北条に。北条にオベリスクあり。やったね。で、ここは行き止まりと。はーい。もう呼びつかがって帰るよ。行けるかな、あなたに。お、ロックロック行けるな。素晴らしいね。もう中央の方ね、ちょろっと来られたらどうですかって感じは。いいと思う。いいね。松山市からは30分ぐらいで、パーッと、はい、はい、終了だ。腹減りましたね。お腹すいた。マクドナルドもいろや。いいね。あの平田のやつ。ダブチダブチ。隣の自由よって長袖買おうかな。これもう血まみれちゃうんでか。もういいか。もういいか。まだ血まみれになるや。俺長袖ないもん。ああ。